ということで、はい、今日はさくさんとマイマイでご飯しています。わーイエーイ。最近な、うん、この学園のチャンネルのな、うん、桜的な裏テーマみたいなのが、うん、なんか、まあ、この学園の動画ってさ基本は桜が撮るじゃないですか、うん、でなんか桜目線で見たこうメンバーの、うん、なんていうのかな、イベントから見えない感じのところを、うん、あの人見てほしいなって。なるほど、うん、だから今日はマイマイにそういうところを見えるのかなって思います。はい、それではやっていきましょう。何作るんですか今日は。今日はじゃがいもと、うん、鶏むね肉の、うん、マヨ炒めです。イエーイ。マヨ醤油。ちょっと待って、さくらな、マヨネーズとジャガイモの組み合わせが世界で一番好きやの。おお、じゃあぴったりやん。大好きだからほんまにありがとう。よかった、感謝した。私がメニュー考えました。そう、ありがとう。いいね。何したらいいかな。じゃあジャガイモの皮剥いてもらって。わかった。4ぐらいでいいかな。うん、うん、あと鶏肉切って。うん、鶏肉って何なんです。鶏肉です。答え。鶏肉ですね。マイマイの最近、うん、ミニサンジにハマってる。そう、ミニサンジめちゃめちゃ。それぞれなんかキャラクターセットを守って、うん、皆さんやってらっしゃって。なんて言った？え？キャラクターセットを守ってらっしゃって。違う。え？そういうのじゃないの？なんかそれ。セットとかじゃない。じゃないけど。なんかそういうのが面白いね、絡みが。ゲームを見てて楽しいし。すごい時代よな、そういうさ、うん、VTuber とかさ、その VTuber 同士でコラボとかするのってさ、あ、それそれすごくない。なんか、あ、そうね、自分の中ではなんか面白いよね、うん、どうやってんやろ、リアルわー。しかも、なんか今って結構動くんよ。なんか、質問対決したりとかさ。質問？そう。ゴムパッチ？うん。あれやん。うん。あれもやったりするんよ。VTuber が。そう。え、すごい。で、それなんか、あと全身で、ちゃんとやってんの、うん。すごい。すごくない？どうやってやるんだろうな。え、ほんまにやってるわ。ほんまにやってる。すごいな。ちょっと私、厚揚げ探してるの。前は見えへんだと思って。厚揚げ探してる。でこれさ、料理動画のくせにさ、もっと一個も映さんっていう。確かに。二次三次とさ、うん、ワールドトリガー、うん、どっちがハマってる？ハマり度。ハマり度、うん、今のハマり度。今は二次三次かな。あ、やっぱり。そちらが熱は。熱は。なんか、ワールドトリガーアニメで、うん、見てるぜやねんけど、うん、なんかアニメが終わってしまってからが、あ、ちょっと経つんや。そう、ちょっと経ってるから、って感じ。なんか、アニメ感じは、何日も更新されていくやん。確かに。新しい動画がさ。うん、お宝をこう追っていきたいものです。追っていきたいから、そう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 。へぇ。いいなと思いますね。面白い。でも特に二次三次でも私、海外の方が好きで。あ、EN、ね。EN。EN、ね。イングリッシュ。バイバイから聞くだけで、うん、なんか謎に知識増える。いつも言ってるからね。そうそうそう。EN。EN が大好き。マイマイってだって海外好きやもんな。そうやねん。だからすごい刺さっちゃった私に。うん。確かに。マイマイはさ、うん、いつからマイマイとか言うようになったん？え、生まれた頃から。いや、なんか出会った時はなかったよ。え？普通に。え？兵庫県出身。いや、なんかそこはさ、やっぱ、バレたらあかんやん。マモッコから来たってこと。そうなん？え、なんか怖いやん。解剖されたりとか。解剖？うん、人間じゃないから私。意味がないの？何なの？マイマイ王国の国の、うん、まあ、あと何て言うんだろうな。カタツムリってこと？カタツムリじゃねえよ。違うね。あ、いや。カタツムリではない。あ、違うよ。何じゃ。なんかよくわからねえ。そう。普通の人間じゃないよ。へぇ、そうそう。そう、知らんかった。魔法の力使えるしな。で、いかに言うんだったん？そういう設定を。あ、設定じゃないけど、うん、そういうことは、うん、なんか言うようになったっていうか、うん、みんなに言えるようになったのは、うん、ショールームで言うようになったかな。あー、あー、なるほどね。そうそうそう、そういう設定をね。設定じゃないよ。
全然設定じゃないからね。あ、そうなんだ。うん、ガチガチガチなの。割とガチ。え、設定とかされそうじゃない。ガチだったら1000個だからやばい。うん、あんまりだから深く聞かないで。うん、兵庫県の上空なの。それオフィシャルじゃない。兵庫県の上空。あ、そうそう、兵庫県の上空ではあるんだけど、見解っていうか、見解、見解。あ、それ以上は言われない。それじゃない、まあ、見バレしたくはいい。そう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 、どこにあるか。サクさんとほんまさ、メンバーの中に居るとさ、めっちゃ身長高く見えるよね。そうやな、え、さくらな、マジでファンの人、うん、会う人、初めて会う人、百発百中で意外とちっちゃいって言われるね。へ、私は意外と、うん、ちっちゃいって言って。意外とっていうか普通にちっちゃい。本当以上にちっちゃかった。あ、もっとちっちゃかったってこと。それは面白い。この間も言われてさ、で、っていう話をするやん、うん、そしたらみんな、あ、そうなんやってなって実際会うやん、うん、あ、やっぱそうなんですねってなって、もう一生そのあれが続く。あ、なるほどね。だって、そのかちゃんとみっちゃんとりゅうなの方が坂本さん低い。え、うん、6歳低い。そのかとりゅうなとみっちゃんの方が高い。知らんかった。特にりゅうな。そうやね、りゅうなの方が高い。意外。今までリオナとはほぼ変わらんねんけど、ずっと一緒って言ってきてて、うん、やけど、うん、ちょっと白黒はっきりつけようってなって、うん、ほんまに測ったらさかのちっちゃかったん、で、前までは2人とも158って言ってたんやけど、うんうん、それを機にリオナを159にしてん、うんうん、言うようにしましょうっていう同盟になりまして、うんうん、そうなったのよ。へ、知らんかった。なんかメンバーが変なバニーがあるって話してます。変なバニー、なんでしょう、変なバニーと。聞こえてますよ。聞こえてますよ。あ、これってもアク抜きした？アク抜きしてない。水つけるか。うん。すごい、前々すごいな、アク抜きなんて。覚えてきたよ。アク抜きのジョタです。アク抜きのジョタがいいし、聞いてあげて。水つけるの？じゃあ、前々に質問するわ。うん。前々にとって、アイドルとは、うん、そのなんか情熱大陸。アイドルとは、アイドルとは、なんやろな、キラキラ輝いてるもの。あ、ずっと。そうだね。うん。ずっと。ずっとね。ずっと。もう一回言うよ。太陽みたいに。うん。私太陽みたいなアイドルになりたかった。なんか買ったってな。過去形？もう無理なの？もう無理かな。ちょっとなんかそういうキャラじゃないじゃん。そう、なんかラブライブのほのかみたいな、うん、はいはい、太陽みたいな、みんなの太陽みたいな。確かにな。そう、感じになりたかった。あ、そう、けどどちらかというと、あの、違うやん。キャラはな、キャラやな。そうそうそう。はい、はい、じゃあそれ一回ちょっとつけとくか。うん、いただきます。うん、よしね。じゃじゃーん。あ、水こぼれた。わあ。わあ。美味しそう。美味しそう。まずいけど全然ないか。だいぶ美味しそうじゃないよ。なんやかんやあり、今これで。美味しそう。うまそう。完成しました。ね、すごい。この柄とかすごいいい感じでね。そっちか作った、はい。できました。なこれなんか桜丼に入ってる。入ってる。顔入ってる。桜丼です。嘘です。じゃーん。美味しそう。丼にしたよ。めっちゃいい。冷めたろ。せーの。OK 。ってことで、うん、今から食べまーす。食べるところは動画には載せません。バイバーイ。どんぶりなんか吸い込まれてる。え、おもろいな、これ。うん、おもろいな。